ちは。こんにちは。木田子チャンネルです。今日の動画はね、うちでもできるトレーニングみたいなところをちょっとお届けしたいなと思っています。今日はですね、スペシャルゲストにメジャーリーグでもトレーナー経験されていた友岡さんに来ていただきます。よろしくお願いします。友岡トレーナーです。お願いします。友岡さんのそのに教えてもらいながら、肩中心ですか、ね、そうですね。今日基本的にやってみます。もう野球選手だったら誰でもやってるような、あのプロ野球選手も木田さんもね、ずっとやってきた、そういうエクササイズを紹介したいと思います。はい、じゃ早速やってみたいと思います。今日使うのは、できたら皆さんペットボトル 500ml ので、からもしくは 1kg ぐらいのダンベルを使ってもいいです。でそのどちらかで、行っていきます。ペットボトルでできますもんね。大豆全然良いです。大豆 500ml になります。で基本的に今日やるのは、肩の周りの大きな筋肉というよりも肩の関節を安定する、いわゆるインナーマッスルってやつ、それが働くからこそしっかりと肩が、安定して動くことができる、健康に、動かすことができるっていう、そういう簡単な種目を、説明したいと。結構地味に来るんです。地味に来ますぜひやってみてください。 OK、 そしたらじゃあ最初肩、立った状態でいきましょうかね。持ってで、親指が上ですね。で、軽く膝を、曲げた状態で、まっすぐはどうしよう、肩は反り、あ、腰を反り気味になってしまうので、軽く膝を曲げた状態で、状態はまっすぐで、肩甲骨を、軽く引いた状態で、軽く、あんま引きすぎまで、軽く引いた状態で、首長く顎を引いた状態で、で、斜め上で135度ぐらいかな、そこまでゆっくり上げてっていうのを行っていきます。そうそう、いい感じ。これを大体12回ぐらいです。で、気をつけなくちゃいけないのは、姿勢、とにかくいい姿勢っていうのは関節が一番安全なポジションで動くっていうのは、安全に動くことができる。なので、首の下、顎はあんま出ないように、顎しか引いた状態で、そう。で、あとは肩甲骨引いて、肩をすくめずに、この肩をすくめる人がいるんで、肩を下げて、肩甲骨を下げた状態で斜め上まで上げる。もうすぐね。で、特に上げて、戻すのをゆっくり、これを大体12回ぐらい、できれば2セットぐらい行っていきます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、これがまず1種目。で、それ今度2種目目は今度は横になっていきます。で、膝を軽く曲げて安定させて、肩が動きやすい時は枕からこれぐらいのちょっとあの棒みたいな感じで、そこに、そうすると肩が動きやすいポジションになります。で、軸を中心として肘がこう上がったりしないように回していくから。そう。そう。で、このサイン効かせるために今度上げるときに親指をひねってきて戻して。そう。で、そう。で、誰かサポートがやる人がいるんであれば、肩と肘の中心を軸が通ってこう中心と動く。で、きつくなるとどうしてもごまかしてしまって、きつい、ね、肘をぐーっと上げてきちゃう。昔懐かしいかもしれない。今ほとんどやんないかもしれない。みんなどうしても大きい筋肉、大きい筋肉にしてると、大きい筋肉が優先してしまうと、関節の中で結局その遊びが出てしまう。まずは遊びが出ないようにしっかり関節を安定させるためのトレーニング。これを毎回12回から15回ぐらい行う。熱いっす。大丈夫、熱い。そうそうそう、完璧。いいリアクション、熱いっていうのは正解かもしれない。 OK です。いきます。姿勢がすごい重要。背骨まっすぐぐちゃっとならないように、できたらこれ1本、隙間が空くやつ、そして背骨まっすぐな、全て正しい姿勢で行うっていうのが重要。で、次は今度肘をまっすぐにして親指下、ここで、この状態、ここから上に上げてくる。135度、そうで、戻すのもいいけど、肩下げた状態で上がってくる。肩すくめず、首長く、やばい、くるくるします。そう、いい感じ。そう、そのまま、そう。これも肩甲骨を引いた状態。どうかな、大丈夫かな。もう10年やってないんで。久々あの、錆びついてるところしっかりと潤滑油を入れていくのが一番。イメージそれでしょ。ちゃんと中を使える。これも同じように12回から15回、焦らずに、一定のテンポで行っていきます。で、これが基本的な、いわゆるインナーラブ3種で、いいリアクション、こういうリアクションが出れば OK です。これしっかりと中が動いていると思います。40肩だもんね。いろんな人に使います。